どうも皆さん、すぐクレジットカード会社からクレジットカードを止められる男リュウです。さあ本日なんですが、見てください、かっけえこのデッキ、このデッキかっこよすぎない、やばくないですかこのデッキ。ですね、プレミアムブルーアイズデッキをね作ってきたんで、私かっこよすぎる、なんという美しさ。本日はこれでご紹介していきたいと思っております。ご紹介っていうか、まあ、自慢っていうか、まあ、なんて言っていいのかちょっとわかんないけども、プレミアム結構ね頑張って裏でね揃えてたんですよ。闇のお金の力っていうね、まあ禁止化確定と言われているスキルがあるんですけども、闇のお金の力っていう、まあスキルを使って全部プレミアムで請願を組みたくて、もう結構頑張って揃えてて、もうどうだろうな、もうほんと1年前くらいかな。で、ついに一応完成しました。一応ね、見てください、レビオニアとか請願とか太鼓とか、これの白くレディとか、かっこいいね、青眼モンスターたちをね、バチコリと積んでね。で、やっぱね、一応ね、気になるところはね、そのね、このドラゴンバーメリオンしか入れられないっていうね、スピリット、まあ、ブルーアイズスピリットドラゴンっていうじゃないですか、これ関連カードにあるのかな、関連カードにあるのか、あるね、この辺の、これとかが、入手方法、ジャッジメントフォースなんですよ。でメインボックスなんで、これセレクションに追加してくんねえかなってめっちゃ思ってるんですけど、これとか銀竜とか、銀竜とか、あの辺が追加してくれるとすげえ嬉しいんですけど、あの辺のモンスターを入れたいんだが、ちょっとプレミアム加工にそこまではできていないというね、ちょっと甘え構築となっています。これで甘え構築ってやばくないですか、やってること。やばいですよね。まあ一応まあ、強いんでドラゴンバーミリオンは、まあ、なんで、まあ、9シンクロをちょっと多めにしてね、まあ5シンクロもできるようにしてね、6シンクロとかほとんどしないけど、まあ、エネコン用ですね、これは。この辺にして、まあ、シンクロモンスター弱いが、まあ、この青眼とレビオニアでご利用していくっていう超パワー系デッキですね。プレミアム環境下においてね、このデッキがどんがやれるかっていうのを俺は試してみて、見たいと思ってますんで、まあ、とりあえず今回また練習相手がね、東吉原選手に、お願いしてますんで、そちらのちょっと様子をね、皆さんにも見ていただければなというふうに思っております。さあみんなどうだ、これがな、コナミの養分ってやつよ。みんな、俺がいるから、コナミは潰れないんだぞ。知ってるか。それは言い過ぎじゃない？デュエル、スタンバイ。でもね、本当にちょっとガンダムほんまに強いからちょっとやめてほしい。ガンダムガチで強い。逆に思ったら後ろがないっすよね。うん。そういうことよな。これさ、おい、これ最強ムーブよ。これが最強ムーブ。これが最強と言われているムーブ。あこれは最強と言われているムーブで、これは。捨てたらレイで浮く。さあどうする、環境ムーブ来た。捨てたらレイで浮くんねんけど、おこれおなんだ、捨てレイで浮にすると、さあ、霊竜飛んでくるぞ。バック1枚除外される。あ、いいんだ、捨てないと希望ない。墓地の太鼓の白石のモンスター効果を発動。さあ、白木霊竜を除外していく。白木霊竜除外じゃない。白木霊竜を特殊化して白木霊竜の効果を発動。相手の魔法トラップを除外。お、いいの？マジ？じゃないとライフ耐えないと思う。ああ、そういうことか。普通の水眼出てると、多分俺はライフ足りてないけど、この癖が、超高の騎士やった場合、はいはいはい。はっ！あ、そっちか。こっちも、こっちなんだ。青眼回収ができないから、いけん。オルタナ、バーミリオンオルタナできないはずやから。おプレイングがうまいな。そうそうそう、だからこれ絶対癖なね、多分ね。俺頑張って。バトルフェイズに行こうか、俺は。でバトルフェイズに行こうか、いけ！ドラッグバーミリオンでダイレクトアタック、そしてパンシーロー、エンドフェイズ、太鼓の仕出しの効果を発動。ブルーアイツ、ホワイトドラゴンを特殊召喚。よし、耐えた。よし、いい勝負になってきたな。これで俺はスピリットドラゴン出してんだから、スピリットドラゴンはいくらかければ出るんだ。てか、最初の太鼓で霊竜回収してないな。おう、回収してないと。回収してない、回収をしてないってことは、まあ、そういうことか。墓地に回収はしてないぞ。
墓地に、まあ、ちょっと言うてね、ドラゴンバーメリオンのコストがねちょっと欲しいんですわ、私も。はい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 、これ除外しちゃってさ、コストどんどん上がってくんだよね。さあウィンディー来た。さあウィンディーの効果を発動していく。さあプラズマ選手アイテムをレベル上げて3300。ブルーアイズの、ブルーアイズのアイデンティティが厳しい。それはやめてくれ。いや、ちょ、どっち破壊しても次のターンウィンディ破壊されるんか。え確かに、確かし、サマトリフェイズこっちか。一応クリボールだろう。お、光らない。いいだろう。俺はスキル発動オルタナティブブルーアイズホワイトドラゴンをオルタナティブホワイトドラゴンに変身。そしてまずはちょっと一回オルタナティブの効果を発動。スタノフィールドのモンスターを破壊させてもらおう。そしてドラッグオンバーミリオンの効果、ホワイトのうちエンシェントをゲームから除外し、貴様このホタップを破壊させていただこう。うおほらバトルだ、くらえショコパンチ。よい、これ真骨頂やね今の。これ真骨頂だね。うん、この前のデュエルでも思ってんけど、うん、ヒーローがインガ切断が強いわ性格が強いというより、インガ切断が強いっていうゲーム。ただただインガ切断が強い、ただにインガ切断強いっていう、それあるある。ドロー、セットセットセットマジ怖えんだけど。セットセットエンド。さあどうする？どうする言われました、ね。さあどうする？動けないよこっちからもう。なるほどね。それはもう俺の大変だよなんだなんだこのデュエル、なんだこのデュエル、ないこれ、えお互いなんだこのデュエルなんだこのデュエル、ふざけんなよ。お互いターンエンド一生し続けるだけじゃない、これ。動いたら死ぬもんこれ動いたら死ぬの。でも正眼っぽいね、なんかそのモンスター出したらなんか動かれるの正眼っぽくない、なんかちょっと、うん、正眼感あるよね。いやこれ俺も動けないんだよな、なんだかんだちょっとこれね意味わかんないこと起きてんだよ俺、反応に結構。これでもさ、永遠に態度したらさ、俺さいつかどっかでブルーアイズ引くんだよね多分。あめっちゃ引いてるやばい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 、これどうしよう。いやどうすればいいのだろうだろう、これでもこれこうするしかないか。でこうして、えっ、あ、これエンドフェイズ発動しないのこれ。あ、もうエンドフェイズ過ぎてるから。あー、そんなバカな、そんなバカな、そんなの知らないよ、そんなの知らないよ。あ、そうだった、知らなかった。これドロー、お、やっときた、やっときた、通常召喚できるやつ、はいはいはい、召喚できるやつやっときた。そのカードを1枚セット、バトル、えい、やっときた、やっと戦える、少しだけ。さあ1200ダメージ、オッケーあー怖いよー、助けてよー、助けてくださいよ。この太鼓の白石めちゃくちゃもったいないよ、これめちゃくちゃもったいないよ。フォーチュンレディウィンディ、オッケー、まあ、とりあえずこうしよう、とりあえず君はちょっとどっかに行きましたね、消えてくれ。ね、はいはい、
お、君なかなか勘がいいですね。コズミックサイクロン、はい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 、あーということか。これはこうしようか。でリリースもらって最初取れてるから除外される。で、諸行の地効果、え、除外されないの？逃げた。え、なんで？なんだこれ。嘘。そんな感じになるの？え、知らないんだよ、そんな効果。これ除外されないの？相手フィールドじゃなくなったなってこと？そういうことっぽいね。そうなのこれ。知らなかったんだけど、そんな効果。ちょっと厳しいですね、それは。それ聞いてないですね。それ結構聞いてない感じありますね。はいはいはい、最後の試合しこうか。さあブルーアイズ出していく。僕使いまーす。僕使いまーす。エリュー引いてるか。ドロワ。さあまずはしっかりとオールダーで見合っていく。オールダーで見合っていく。プロテッション管理。そしてオールダーで見合モンスター効果を発動。貴様のフィールドのモンスターを破壊。さあどうする、うん、そして俺は光とやめろ魂をこのゲームから除外。ピンポイ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 。いや何貴様なかなかやりようするよ。ほんま危ないことするね、あのさ。てっていったっうおぉーたぁうぉーいいだろてっはっざっうおぉーしらみせん、はい、おらうわバトルだ、おらディアめちゃくちゃ耐えてくれ、うぜえうぜえうっざこの歴史。太鼓2枚落ちたな。太鼓は2枚落ちたぞ。除外されてるぞ。ガイア召喚、何か聖眼に入れ替われるから、何かなんだこれ。ガンダムか、ガンダム来るのか、ガンダム来るのか、来るかガンダム。さあどうする、カードもう一枚セット。ほう、あー来た、ガンダムだ、ガンダムだ。クリボールありませんように。あクリボールオルタナティブのモンスター効果は発動。おら攻撃王子だ。分断何枚入ってるこのデッキ。今日わかんないけど一応ケアするか。今一枚バトルおいけ対戦ありがとうございました。あめっちゃ耐えてくる。やべえやべえ、めっちゃ耐えてくる。いけきつい。いけがいや。あはははは厳しい。ドロこれは天才的、天才プレイングしていいですか自分。はい、じゃあ、ネコミをネコミしまーす。しかもそれで太鼓落としてそう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 天才プレイングしまーす。はいはい
これ強すぎない？この動き。めっちゃいい試合やん、これ。はい。はい。はい。バトル。はい。はい。はっ!2番目に強いと言われている、もう最強デッキで。貴様に分からせてやるぞ。もう。なるほどな。カードを置いて。パーシールドぜ。これ本当かこれ。弱くないかこれ。これほんまかこれ。質問違った。ああ。やばい。ちょ殴れよ。お前ふざけんなよ。それずるいだろその作戦ずるいだろ。それずるいだろその作戦。ふざけんなよ。厳しい厳しい。それなんか一生大叩くされるこれ。これ。やばい。これ全部取ったですか。やばいやばい。一生大叩くされるってこれやばいって。全部誰これですかねあれ。フォーチュンビジョン。はい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 。あれあれね。はいはい。ジンジね。オッケーオッケー。いいオッケー。でレベル上昇オッケー。レベル上昇でウィンディの。ルを上げて、はいはい、いやもう3300が辛いもんね。いやちょっと待って待ってちょっと待ってちょっとちょっと待って、それずるいだろこれずるいだろ、ふざけんなよ、勝てるか